このように図形の位置や形に対する命令のほかに、こちらのタグにあるように図形の範囲を規定する図形入力、グループ、規定する図形入力、グループ、図形全体、図形文字、その他等があります。図形入力はこれまで見ていただいたように、数値を入力すると図形化したり、移動や回転を図形ごとに行っていました。グループタグを選択しますと、移動などの命令がグループごとに行えます。逆に図形全体を選択しますと、これらの命令は図形全体を対象とします。移動や回転といった命令が図面全体に及んでいることがわかります。ここにあるような命令がタグにあるグループや図面全体といった範囲を組み合わせることにより、より表現力に富んだ展開図を作成できます。